皆さんこんにちは。ようこそサンシャインオブザナイトへ。今回はコールマンのテーブルランプの一つでありますカナダ製コールマン 168K R55 ジェネレーター付きをご紹介させていただきます。もともとこの 168K というランプはタンクが塗装されていました。しかし前オーナーの方が、その塗装されていた塗料をすべて削り取ってこのようにブラスの字が磨かれてます。タンクは真鍮でできてますので、その真鍮を磨いてこのような状態にしてあります。もともとの 168K の色というものはこの底の部分に残ってます。これのこの緑っぽい、まあオリーブ色というんでしょうかね、これがもともとの 168K の色です。この取っ手の部分もまでですね、ここ木でできてるんですけども、ここも同じ色で塗装されていたはずです、オリジナルのものは。しかし、前オーナーの方がこのような色に再塗装したのではないかと思われます。あとこれまで紹介してきたランタン、ランプはすべてホワイトガソリンを燃料にしていましたけど、この 168K に関しましてはケロシン、灯油を使います。まあこれは個人的な感想なんですけども、こういったカナダ製のランプですとか、ランタンは非常にケロシンを使用する灯油ランプ、灯油ランタンが非常に多いなという印象を受けます。168K で特徴的なところはジェネレーターに R55 を使用しています。前回クイックライトの時にご紹介させていただいた R55 ジェネレーター、これが取り付けられています。その R55 ジェネレーターに、これはケロシンを使用しますのでプレヒート用のカップが取り付けられています。もともとこの 168K ランプシェードに紙の筒のシェードがオリジナルは付けられていましたが、オーナーの方がこういった白いガラスのとてもキュートなデザインのシェードを取り付けてありまして、私はこのシェードがとても気に入ってます。この168K のブラスのタンクにこの白いシェードがとても可愛らしく似合ってるなと思って、私はどうしてもこれを手に入れたくてオークションで手に入れました。まあもともとシェードが紙のシェードでできていた関係で、タンクの径が、前回ご紹介させていただいた CQ ランプに比べて小さいです。ですからちょっと不安定ですよね。CQ ランプの場合は、テーブルの上に置くという前提で作られていましたので、大変タンクの幅が広く作られてましたけども、これは頭の方に、紙のシェードを使いますので、重心がタンクを小さくしても重心がかなり低くなるということで、おそらく、このようなタンクの形状で、なったのではないかと思われますが、そのこの 168K に、まあまあ重たいガラスのシェードをつけますとちょっと不安定になります。不安定になりますけども、結構
このキュートなシェードが似合ってると思いませんでしょうか。私は大変気に入っています。さて、まあこの 168K ケロシンを燃料に、ケロシンを使うわけですが、今までご紹介してきたホワイトガソリン仕様のランプとこのケロシン仕様のランプ、何が違うのかと言いますと、基本的な構造は一緒です。ガソリンもケロシンも基本的な構造は一緒ですが、ケロシンの場合ガソリンに比べると非常に沸点が高いんですよね。ガソリンよりもケロシンの沸点というのは非常に高いものですから、ジェネレーターのプレヒートを非常に長時間行わないと、ケロシンがガス化せずにそのまま生ガスとして吹き出してしまいます。ですので、長時間プレヒートを行うためにこういった皿がついています。この皿の中に燃料用のアルコールを入れまして、火をつけてこのジェネレーターを温めてやるわけですよね。そして十分に温まったところでバルブを開いて点火してやるという、これまでのクイックライトのような、数十秒でしょうかねのプレヒートでは、ケロシンが気化せずに火だるまになってしまいますので、その辺のところをケロシンランタンをこれから使おうという方は十分に注意しないと火だるまになってしまいますので気をつけてください。まあこうやってなんだかんだと言葉で申しましてもなかなか分かりづらいと思いますので、実際点火してみます。使用する灯油ですね、ケロシンには、まあ、専用のコールマンから出ている専用のケロシンっていうのがあるみたいです。国内ではちょっと見たことないんですけど、アメリカなんか行くとあるみたいです。しかしまあここ日本では通常の白灯油ですよね、灯油ストーブなんかに使うような、まあ、ガソリンスタンド行くと灯油として売ってる白灯油ですよね。それを使用しても全く問題はないと思います。これまでも使用してましたけども、全く問題はありませんでした。ですから私は、通常のガソリンスタンドなどで、売られている灯油を使用しています。まずガスキャップを開けます。このガスキャップ、ちょっと、これまでのCQ ランプやクイックライト系のランプとはちょっと違ってます。これは二重になっています。ですから、このキャップを入れますと全部で3ピースになっています。ここにこっちのチェックバルブの方にゴムが、パッキンのゴムがはまってます。ちょっとこの辺がこれまでと違うところです。まあ基本的な構造は一緒です。チェックバルブが、まあキャップにチェックバルブがついている、またこの 168K は、タンクにポンプがついてませんので、クイックライトと同じく、外部ポンプでタンクに加圧をかけます。それではタンクにケロシンを入れていきます。まあ、ケロシンっていうとなんかねジェット燃料っていうイメージがあるんですか。考えるとランプにジェット燃料を入れるっていうのいうような、なんかちょっと大げさというか大ごとになってしまいますけども、もともとジェット燃料、今使用されているジェット機や、戦闘機に使われているものは全てケロシンを使ってます。灯油です。
灯油ですから、ホワイトガソリンほど危険は少ないですけども、しかし燃料には違いありませんので、十分燃料の取り扱いには注意してください。まあ通常あれですよね、灯油ストーブやファンヒーターにつくと同じような感じと思っていただければ結構かと思います。しっかりキャップを閉めて、バルブを緩めて外部ポンプで加圧をかけます。十分に加圧しましたらバルブを閉じて、まあクイックライトの場合そのままライターでジェネレーターを炙るんですけども、ケシロンの場合はこの皿の中に燃料用アルコールを、そうですね、皿の3分の2ほど満たします。燃料用アルコールを3分の2ほど満たします。その燃料用アルコール、満たした燃料用アルコールに火をつける、つけます。お分かりになるでしょうか、これ火がついてるっていうか、ちょっと電気を消してみます。これ燃料用アルコールに火がついてる状態です。まあちょっと火がついてるということで、マントルの方が白く輝いてますけど、これで、燃料用アルコールに火をつけてジェネレーターを温めます。十分に、これで、ジェネレーターを加熱することができます。そしてある程度加熱してきましたら、R55 の中のR55 ジェネレーターを燃料用アルコールで加熱してますので、チップでガスチップをこのニードルで塞いでいますと中の圧力が高くなる、過ぎてしまう、高くなりすぎてしまうことがありますので、下がこれ、ガスチップを閉じた状態です。これを上にしてガスチップを開いた状態、中のニードルを引いた状態にしてやることによって中の圧力をある程度高くなりすぎないよう に中の圧を逃がしてやるんですよね。あまりにも中の圧力が高くなりすぎますと、これ、ロウ漬けでつけてありますので、そのロウが溶けてしまって中からガスが吹き出してしまって、壊れてしまうこともあるようですので、ちょっとここは開いた状態でプレヒートした方がいいかもしれません。だいぶアルコールも減ってきたようです。それではアルコールがなくなる前にバルブを、開けてやればこのように勢いよく、ケロシンに関してはすごく火力が強いです。ガソリンに比べてすごく火力が強いです。音も激しい音があります。ガソリンに比べると非常に眩しいです。
そして転換して安定してるなと思ったら、この R55 ジェネレーターのレバーを何回か、まあ2、3回転でしょうかね、回転させてやると中のニードル棒が上下しまして、チップの中のをクリーニングしてくれますので、これを数回回してやります。これで、ガスチップのクリーニングが完了しています。非常に明るいですよね。音も激しいです。激しいというよりもけたたましい音がしますよね。そしてシェイドを取り付けます。どうでしょう。ちょっと明かりを消してみます。いかがでしょう。まあ外見、キュートな外見の割には激しい燃焼音で明るく光ります。まあ、これがケロシンランプの特徴ですよね。まあ、このケロシンランプの最も重要なところはやはり十分にプレヒートをするというこの一点に尽きるのではないかと思います。今回使用したのは、燃料用アルコール、まあ、薬局などに行けば、燃料用アルコールが簡単に手に入ります。500ml でだいたい300円ぐらいで手に入れることができますので、燃料用アルコールもしくは、まあ、消毒用のメタノールでも問題ないと思います。ただこの燃料用アルコール、純粋なアルコールじゃありませんので、プレヒートカップの中に、使用した後、多少のカスは溜まります。まあ、そのカスも、ちょっとティッシュなどで拭いてやれば、ポロポロっと取れてしまうようなカスですので、問題ないかとは思います。私はこの燃料用アルコール、まあ、コスト的にも安いですので燃料用アルコールでプレヒートをいつも行っています。で、まあケロシンランプの燃料ケロシンは通常のガソリンスタンドなどで売られている白灯油を使用 しています。じゃあこのケロシンランプに間違ってホワイトガソリンを使用した場合一体どうなるのかというところなんですけども、私そういったことを今までやった経験がないものですから、はっきり申し上げることはできませんが、おそらくクイックライトランプと同じではないかと思う。構造的にはクイックライトと全く一緒ですので、十分にプレヒートしてやれば、点火はできるだろうと思う。ただ点火した後その燃焼が安定するかどうかは別問題としても、まあ、点火はできる、問題なく点火はできるだろうと思います。しかし、まあ、ケロシン用に設計されたランプですので、灯油を使うのが一番ベストではないかと思います。また、ガソリン用に設計されたクイックライトなどはやはり灯油を使わずにガソリンを使うのが一番いいのではないかと思います。このケロシンランプの最大のメリットはまず燃料代が安いということですよね。ガソリンランプ、ホワイトガソリンですよね。ホワイトガソリン、コールマン純正のホワイトガソリン、現在国内のホームセンター等で4リッター缶、これです、こういったものですけども、
こういった4リッター缶ホワイトガソリン純正ですよね。コールマンの純正を買うとだいたい3000円から4000円近くします。しかしまあ灯油ですと今どうでしょう、18リットルで1200円とか1100円ですよね。非常に燃料代が安く済みます。あとこういったホワイトガソリンに比べて灯油は沸点が非常に高いものですから、火災の心配がホワイトガソリンに比べるとないということがあります。まあ、今これ火がついている近くにこういったホワイトガソリンのを置いていくこと自体も非常に危険な状態なんですけども、沸点が高いということは気化しにくいということですよね。気化しにくいということは、飛び火などで、火災の恐れが低いということになりますので、まあ、室内こういったテーブルランプなんかに使うには本当に理想的な燃料じゃないかと思います。あとはまあそういったメリットがありますので、わざわざ、ホワイトガソリン用のランタンやランプを、ケロ化ってよく言われるんですけど、灯油化するキットなども売られてるようです。前回ご紹介させていただきましたオールドコールマンショップ売店さん、そこでも、ガソリンランタンをケロ化するキットが売られてます。前回に引き続きテーブルランプいかがだったでしょうか。なかなか屋外用ランタンにはない魅力があると思います。それでは今回はこれにて失礼します。